さあ始まりましたマーケットアナライズコネクトです投資を始めたばかりの皆さん新しい認査の準備をしている皆さん投資を意識している皆さんとつながっていくマーケットアナライズですえ早速今週のゲストです第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします,しますさあでは長浜さんをお迎えして今回もこちらのコーナー参りましょうマーケットアナライズ式投資図鑑です、うん、え今回はですね こちら。はい。みんなの給料が上がらないのは円安のせい四回目となります。はい、ここまでいっぱいお話を伺ってきましたけれども、今回は円安ってダメなのか、そしてニュースの本質をつかむ為替の仕組み。はい。意外と知っててね、知らないことが多かったりとか、うんえー、あるいは一応私も分析してるじゃないですか。はい。同じ手法かなっていうのはね、ほうほう今日確かめておきたいところなんですよ。はい。基本的なところってすごく大事だと思います。 えー、今回はですね為替相場を動かす経済指標の読み方たっぷり伺っていきたいと思います。はい、では早速お願いします、はいまあ、経済指標たくさんあるんですけども、はい、まあ今回はあの時間が限られてますから、うん、まあ本当に代表的なあのものだけなんですけども紹介していきたいなというふうに思います。はい でまず1つ目が、ですね、まあ、これは経済指標というよりも金融政策ということなんですけれども、やっぱり、ね、為替に最も影響を及ぼすものといえば、ですねやはり各国の金融政策と、うん、まあいうことになるわけでございまして、うんでまあ、金融政策ってそもそも何ぞということなんですけれども、まあ、基本的にはあの物価の安定のために、ですね、えー、まあ中央銀行がまあ政策金利をまあコントロールすると。 まあいうところがまあ一番オーソドックスかなというところで,です、ね、えー、まあ代表的なあまあ国、地域のです、ねまあ、政策金利です、ねえー、のグラフを示したのがまあこちらでえございます。はい、はい でまあ、基本的に、えーまあ、あの金利を引き上げるとか利上げというところでこういう観測が強まるとおその国の通貨が相対的に高くなりやすくなり利下げです、ね、の観測が強まると、まあ、その国の通貨が相対的に安くなりやすいと、まあ、そういう関係があるというところでございます。はい 直近の動きを見てみるとですねこのぐらい非常に長く1980年からの長いデータではございますけども直近見ていただくとですねやはりコロナショックロシアのウクライナ侵攻という中で世界的なこれ40年ぶりのインフレといわれてますけどあそういう中で欧米がですね利上げをバーンとしてきたわけですけども足元ではですあ後でも確認しますけどあインフレが落ち着いてきているのでとりあえず えーまあ、利上げはあ終わってですね、えー、いつから利下げをするかという段階に移っているという一方で、うんえー、日本についてはですねこの灰色のグラフなんですけども、えーまあ、ずっと2016年からですねマイナス金利を導入してきたのがです、ね、ようやくう3月にですねマイナス金利解除というところで。 えちょっとこのグラフだとです、ねはい、一応ちょこっと上がってるんですけど <laughs> あまりにもちょっと目盛りが大きいのでよく見えないかもしれませんけれども、うんおまあ、ちょっと日本の政策金利はあ、まあ、0から0.1というところに上がっているというところでございまして、うん、まあこれ、どちらかというと、まあ、政策金利のそのものというよりも、まあ、先ほど申し上げた、まあ、金融政策のスタンスの差ですねこれが非常に重要かなというところです。 えー、灰色と青、はい、アメリカと日本は、はい、ラグがズレがあったとしても大体おおむね同じような形で動くじゃないですか、はい、でところがオレンジと青、はい、ユーロ圏とアメリカっていうのは時々逆方向いくじゃないですか、はい、この逆方向いく時ってろくな記憶がないんですけど、はい、長浜さんはこの逆方向いく時ってのはどんなふうに判断されます、はいはい、逆方向例えば最近だと 例えばね、えーと、2008年の時もね、リーマン・ショックが来るぞっていうのに、ちょっとこう金利を上げてみ、はい、最後、金利を上げてみたりとかね、あ,あるいは80年代後半、80年代後半の、そうですね、あのそこは私の,あの感じだとですね、えーまあ、先ほど申し上げた通り、金融政策っていうのは、 えー、物価の安定を使命としているというふうに言ったわけなんですけれども、うん、まあ実はあのまあ詳細なお話をするとですね、うんえー、アメリカだけに関してはですね、えー、物価の安定と雇用の最大化っていうの、ね、あそうかそうか、ダ、うんえーダ、うん、ュアルマンデートということで、うん、まあ二つ見てますと、うん、でどちらかというとアメリカの金融政策っていうのはまあ雇用の まあ最大化も使命としているので、うん、どちらかというとまあインフレよりもまあ景気もまあ重視するというスタンスに対してまあユーロ圏というのは歴史的に見てまあいわゆるインフレファイターといってインフレを抑制する方にかなりまあ力点を落置ち落ち落きがちということなのでえまあそういった面で考えると例えばルミーマンショックの時とかもまあアメリカなんかはまあ早めにまあサブプライムローン問題 のリスクを察知してまあ利下げをしたんですけどもまあユーロ圏に関してはやはりまあインフレファイターというところでまあそちらを重視してまあ利下げが遅れることによってまあ結果的にまあその後に私はまあ欧州債務危機のまあまあ影響もこれは加担したんじゃないかなというところで,そうですね厳密に言うと重きの置き方が違ってで実はこれって後でもインフレのところでも話したいんですけどもアメリカってその。 お物価の安定ということを考えた場合に実はあの総合インフレよりも食料とエネルギーを除いたコアそうじゃないですかで,す、ねうん、でも、ユーロ圏でどちらかというとお総合でリまあだからそこの部分でよりインフレファイターということだと思うんですけどもど<ー>エネルギーが入ってきてきなので、まあ、そういった違いがあるんじゃないかなと思いますね。ね緩和期に差が出やすいから、うんはい 利下げが始まったらユー,ーロに注意しろととここういういなんですねそうですね、うん、ただ足元を考えると、あれですよね、なんか FRB はどちらかというと、思ったほど、今回は景気が思ったよりも底堅いので、うん、なんか利下げ観測、後退しているに対して、うん、まあユーロ圏に関しては、まあ、実際、ユーロ圏は景気悪いので、なんか今回、ユーロ圏の方が先に、利下げにいきそうだなという状況でありますけどもね。これまた、はい いやいやいや、ちょっといろいろあるんですよ、えー、これだけでもね、いろいろ教えてもらいたいことは楽しくなってきましたよ、<laughs> はい、では続いて、はいはい、次がですね、一番代表的な雇用統計ということで、はい、まあ世界的に重要なということで言うと、アメリカの雇用統計、はいえー、もうよく言われるのが、毎月第1金曜日の夜はです、ね、もう市場関係者はです、ね、この結果を固唾を飲んで見守るということで、うん、有名なデータでございます。 で、えーまあ、基本的にヘッドラインとして、えー、注目されるのが、えー、この非農業部門の雇用者数が前の月からあ何万人増えたか減ったかというところ、はい、とあとは失業率ですね。はい、で、えーまあ、これを見るとですね、えー、これはまあ2021年からの推移なんですけども。 もう一応アメリカの場合は非農業部門の雇用者数は一応こう鈍化傾向ではあったもののやっぱり足元で若干ちょっとまた伸びが加速感が出てきているというところでやっぱり思ったほど雇用悪くなってないなという見方ができるのかなとであとはまあ失業率についてもですね、まあ、足元若干上がってはいるんですけどこれ実は一般的にそのアメリカの失業率を見る場合ってえ要はその完全雇用の失業率がどれぐらいかっていうのが多分一般的に。うん まあ注目されていると思うんですけども、まあ、大体これって、まああの過去の経験則で4%ぐらいと言われているわけで、うんはい、でいうと足元で若干上がってはいるもののこれまだ3.9なんでやっぱりまだそういった意味でもあまだ強いなというところです、うんで。あともう一つ付け加えると、まあ、実は非農業部門の雇用者数の大体まあ大体安定的な水準っていうのが大体目安が20万人ぐらいという また言われていると思うんですけどもまあ、最近はあのもう3ヶ月連続で20万伸びが超えてるんですね。うん、ただ、ここについては若干最近あのパウエル議長が興味深い発言をしていて、どういうことかって言うと。はいはい、あの要はこれ雇用が増えているのはですね。まあ、結構移民が増えていて、うん、あの増え、うん、あのその要因もあるんじゃないかと。 いうと先ほど申し上げたとおりアメリカっていうのはデュアルマンデートで、えー、物価の安定と雇用の最大化あということなわけでございますが、えー、どっちかというと最近のパウエル議長の発言を聞くと、えーまあ、そういった特殊要因なんかもあるんで、えー、雇用がそれなりに、えー、強,強い状況があ続いていても、うん、あのインフレさは落ち着いてくれば、まあ、利下げの関係は整うみたいな発言されてるんでんとなると最近はどちらかというと、はい、あの雇用よりもやっぱりアメリカの金融政策を見る上では 私は物価のほうが重みづけは大きくなってきているんじゃないかなと。50、50じゃなくなってきた可能性もたぶん6、4ぐらいで物価がなてでも、これまたトランプさんが大統領になったら出てけっていうわけでそうすると雇用が増えなくなるわけだから雇用を見なきゃいけないという。要するに時の大統領によってやっぱり濃淡が変わるということですよね。まさにおっしゃるということで雇用統計はそんなところがポイントかなというふうに思います。次でですねまさにアメリカいうルマンデの 物価でございまして、うんえーまあとでもっと細かい物価のデータを見るんですけど、まあ一応まあ世界的に重要な物価でいうとやっぱり各国の消費者物価というところでございまして、はい、これはアメリカと日本とユーロ圏とお、まあ、グラフを書いておりますでこれ見ていただくと、はい、特に、えー、直近のですね、えーまあ、コロナショックロシアのウクライナ侵攻以降あたりからですね、えー、欧米がものすごい物価が、うん、インフレが上がったか。 ことがお分かりいただけるかと思うんですけど、まあただそこから相当こうおついてきてますねと。これ91年からですけれども、はい、歴史的に見てもなかなかの高水準だったなっていうのが感じわかりますね。そうですね。まああのなので40年ぶりのインフレっていうふうに言われているわけですけれども、えー、ただこれ見るとですね、わが欧米に比べて日本の方があのインフレはああ伸びがかなり低いと、はい、ういうところがあってですね。えー、でこれなんでかっていうとですね。 えーまあ、端的に言うとそのアメリカとかヨーロッパについてはです、ね、これだけ物価が上がるとやはり消費者の心理で考えるとです、ねえー、もっと先に高くなる前に買おうという心理が働くので、うん、実はこのアメリカとかヨーロッパについてはあのー、いわゆるディマンドプル的な要素も強かったみたいなんです実際に、あのー、国際機関なんか出している IMF なんか出している GDP ギャップなんか見ても、はい プラスになったりとかしてるんでうん、うん、だからあのアメリカとかヨーロッパはあのコストプッシュプラスディマンドプールも重なったんでこんなに上がったと、うんうん、いうところだと思うんですけども日本についてはああの、まあ、ご案内通りそのとおりコストプッシュが主因なんで、うん、やっぱり日本ってデフレマインドがもうはびこっちゃってるんで、うんえー、物価が上がったら逆に節約しちゃうっていうこともあるんで、うん、だからコストプッシュの要因で上がってると。と だ逆に言うとよくね、えー、政権で騒がれたのがインフレも今日2%パー日本をなんで超えているのに金融引き締めしないんだと、うん、いうふうにです、ね、批判する向きもあったんですけども、まあ、それっていうのはあの結局、日本の場合は表面上物価は上がっていてもコストプッシュの要因が大きいから、はい、欧米とは違うからということで、まあ、これまで、ね、欧米が利上げをしている中でも日銀はまあ利上げをしてこなかったというところもあるのかなということでございます。でもこれって 別に DNA にそれが刻まれてるわけでも、はい、文化的に民族学的なアプローチもあるかもしれませんが、はい、やっぱり10年20年に日本がデフレだったからっていう構造要因が大きいですよね。だから新しい時代に入ったら、はい、あの欧米と同じように日本でもデマンドプールがこれから起きるかもしれない。はい、特に私の感覚だと、うんえー、アベノミクス以降に社会に出た世代の人たちっていうのは。 あの比較的物価上がったら消費をお応戦にしていくっていう可能性はあるのかなと、はい、あとはもしくはあの、うん、バブルを若い時に経験している五十<あ><ー>代後半<ー> <laughs> ただ逆に言うと私のような50代前半から30代後半ぐらいにかけた、うん、あいわゆるう就職氷河期ロストジェネレーション世代については。はいうん えちょっとぐらい物価上がっても節約志向は変わらない可能性はあると思います、ね。私だなるほど、うん、というと面白いです、はいはい、で一応ね、あのーはい、先ほどもちょっと触れたんですけど、アメリカでは食料、エネルギーを除く指数も重要ということなんですけど、はい、まあこれは後で別のデータで見たいいと思います次に、まあ、世界的に重要な経済指標というところでいうとです、ね、まあ、なんといってもやっぱり、えー、各国の GDP、経済成長率で、えー、ございます。 でまあ、なぜ、えー、注目かというとやっぱり最も包括的な景気の指標だからっていうことですねその国におけるその期間で生み出された付加価値実質的な付加価値ですねの変化を見たものが、まあ、GDP の成長率ということなんですがで実際に日本とアメリカとユーロ圏で、えー、経済成長率のグラフを描くと、まあ、こういう感じになってますというところなんですね、はい、でこれ見るとですね。 あのいずれもこの,あの前期比年率というですね、うん、ちょっと分かりにくい単位になってるんですけど、まあ、これっていうのはあの前の四半期からあ何パーセント増えたか減ったかっていうのが単純な前期なんですけど、はい、年率っていうのはその伸びが1年間続いたらあどれぐらいその、ね、GDP が増えるか減るかというのを示したのが年率なんですね。うん、で基本的に GDP っていうのはまあ年度の日本,日本で言えば年度の まあ目標とか計画の成長率が出てくるのであのそういう意味でその年率換算というのが形で出てくるんですけど、うん、まあこれで見るとまあ結構ギザギザしていてよく分かりにくいかもしれませんけど <laughs> ただあの直近を見ていただくとですねやっぱりあの先ほどからも触れてます通りやっぱアメリカは強いんでとおりこの辺がやっぱりあのまあ利下げ観測が結構後ずれしているっていうところにも影響していると思うんですけども、まあ、一方でやっぱりユーロ圏は。 GDP 経済成長率で見ても非常に厳しい状況、うん、で、まあ、日本についてもですねあのやっぱりちょっと厳しい状況というところなんですけども実はこの,あの経済成長率が為替市場にどういうふうに具体的に影響を及ぼすかっていうと、まあ、これは GDP に限らず、まあ、全ての経済市にとってそうなんですけど 市場予想からの乖離っていうことが重要なんですねこういった重要な経済指標って事前にね、はい、あの市場コンセンサスっていうのがこう発表されるわけですけども、ええ、まあそれに対してどれだけ乖離をしたかというところだから逆に言うと市場予想通りの結果が出ればですねあのまあ為替市場の影響っていうのは限定的ということなんで、うん、まあそもそものね出た数字そのものというよりも市場予想からの乖離がどうかというところがですね、うん、GDP はじめ。 まあいろんな経済指標の,あの注目材料になると。うん、帰りがなければそのいろんな要素が織り込み済みであるっていうそうですね。捉えているわけですか。そうです。はい。うん、まあこれ遅いですからね GDP はね。そうです。おっしゃってます。うん、で、そう付け加えるとですね、実はあの中間指標なのがですね、はい、あのこの中でまあ一番確か早く発表したのがアメリカから、ええうん、アメリカはもうあのその四半期の翌月の月が月末ぐらいに、うん、出ちゃうんですけど、一番遅いのが日本なんですよね。うん、はい。 もう、翌々月の半ばぐらいにならないと。うん、でないのかな。うん、はい。なので、あの、そうなんです。結構、あのね、公表に差があるので、困ったもんなんですよね。一番遅い上に、一番ぶれるんですよ、ね。はい、<laughs> そうなんですか。そうでそうです。流、はい、されるのがね、日本の G. D. P. ですよねす、はい。はい。で、アメリカなんかだと、速報値、で、えー、改地で、二次世界地で。うん 3回出るんですけど日本だと、えー、一次速報が1か月半後に出てその2週間後ぐらいに二次速報という感じで出るのでその都度その都度改定値の数字も、まあ、どれだけコンセンサスからずれたかというところで影響が出てくる可能性はあると思います、はい、でここまで世界的に重要な経済指標を伺ってきましたが、はい、アメリカで重要な経済指標、はいはいね、を伺いたいと思いますなんと言っても、ね、アメリカ基軸通貨の国でだいたいドル円なんかでも<ー>まあ8割方。はい アメリカので動きますから、うんまあ、アメリカの指標が何と言っても重要なんですけども、えーまあ、まず注目なのは、まあ、もちろん、ね、雇用統計が一番重要なんですけど、うん、まあそれに次ぐって言ってもいいと思うんですけどもやっぱり ISM の景況指数ですね、まあ、これ製造業と非製造業が公表されて、まあ、あの製造業のが先に出るんですね、はい、で非製造業のが遅れて出るんでちょっとこれ直近伸びてないんですけども直近実はちょっと悪かったんですけど出ますとはい。 でえーまあ、見方としてはあの、まあ、分岐点50で、まあ、これより上回っていればあの拡大回復、下回っていると悪化と、うん、まあいう形で、えー、見るわけなんですけどもでこれで見るとですね、はいあのー、実はあのー、最近の動きで見ると、まあ、あのこれ世界的にそうだったんですけど非製造業は比較的底堅い方で、まあ、製造業がやはりこう世界的なこう在庫調整の局面になったというところで、うん、まあずっと50を下回ってきてたんですね。はい でこれがあの製造業については直近こうプラスに出たことによってえ実はこれ、プラスになったことによってですねやっぱりマーケットがこれ予想を上振れしたんで,でかつ50を上回ったというところでえ一気に市場の利下げアメリカの利下げ観測が後退してえまあ金利が上昇してえまあドル高、株が下落という反応を示したわけなんですけどもまあこういった形で ISM の景気の数指す。ねはい えー、これは非常にマーケットに影響が及ぶということなので、えー、これは非常に注目かなと、あのー、特に製造業が翌月の第一営業日に発表されるので非常に早いというところで、まあ、注目かなとといいうこでござます続いて注目なのがシーティとアメリカでいうと小売売上高小売統計ですねかなということでございます。 でまあなぜ重要かというとまあ実はまあアメリカ先ほどね GDP 経済成長率を見ていただいたんですけれどもまあ実は GDP を名目ベースで見るとこの世界経済のその規模のウェイトが見れるわけですねまあそれで見るともうこれご案内通りだと思うんですけどアメリカってまあ世界最大の経済大国で、うん、まあ最近はシェアも拡大してるんで、はい、え四、ー、分の一も超えて二十六パーなっていうのかな、うん、はいで一番大きいですとでかつアメリカってやっぱり消費の国なんで GDP の中の もう4分の3ぐらいが個人消費なんです、ね、<ー>日本なんかだと個人消費半分強ぐらいなんですね。えー、なのである意味アメリカの,その個人消費っていうのがもう世界経済の大きな鍵を握るということなんで、まあ、それを表すー、まあ、ハードデータで早く発表されるのがこのアメリカの小売,売上だかということになります、はいはい、でこれ見ると、まあ、これあの前月比なんですけども、まあ、これデータが2つあって。 えー、トータルのデータに対してのコアっていうのがあるんですけど、まあ、コアって何かっていうと自動車を除いたっていうものでございましてやっぱり自動車って結構あの単価が高いんで,で、ね、結構触れるんですよね。はい、なので、まあ、そういった、あのー、特殊的な動きをおしそうなものを除いて、えー、見たコアっていうのがあ、まあ、より注目されるっていうことなんですね。でただまあこれ見ると、ねあのーまあ、そんなに、まあ あのコアと総合で見てもそんなに大きな変化があるわけじゃないんですけどもえただやっぱり直近見てみるとですねやっぱりはいアメリカはりも強いなとえいうところでまあこれもだからある意味どうですかね GDP が出る前のまあ先行指標的なまあさっきの ISM もそうなんですけどもあのデータというところで GDP はシャンキーごとしか出ないんですけど ISM とか小売というのは毎月出ますからね。はい、はい あのまあ、注目されるとといいうところで、えー、ございますそしてもう一つ、はいで、こちらが実はあの物価のこれもデータなんですけども、はい、PCE デフレーターというものがございまして、えー、これな、なんで注目されるかというと、えー、FRB のまさにそのインフレ目標のおーターゲットとなっている物価のデータなんですね、はいえー、これあの、個人所得支出の統計の中で、まあ、出てくると。 あのまあ、分かりやすく言えば日本でいうとアメリカだと日本,日本だと個人消費って GDP のとこでシャンキホにドンって出るだけなんですけどアメリカだと、えー、いわゆる GDP ベースの個人消費のデータが毎月出るようなイメージうーんそれがこの、えー、個人所得支出の統計でその中で、えー、その個人消費のデフレーターということで PC デフレーターっていうのが出るんですけど。 まあこれが公表は結構遅いんですけど、はい、翌月の月末ぐらいで消費者物価とかの遅れで出るんですけどもより精緻なデータということで、えー、注目されてて、まあ、FRB もインフレ目標二パーのターゲットにしてますとで中でもこれもさっきも見ていただいたのと同じように総合とコアってあるんですけど、はい、総合がオレンジに対してコアが青なんですけどもコアっていうのは先ほども触れましたけども、えー、国内の景気と関係なく動く食料とエネルギーを除いて 見たものがコアなんですね。でまさに FRB のインフレ目標2%のターゲットはこのコアの方になってます。はい、でこれ見ると、はい、かなり足元でえ鈍化はしてきてはいるもののまだインフレ目標2%よりはまだ高いと、えー、まあいうところで、えー、まあなかなか FRB が利下げに踏み切らないとまあいう状況がわかるのかなということだと思います。はい いろんな指標がありますね、はい、では最後に日本の重要な指標を日本については、はい、まあ先ほど GDP が一つあるんですけどもう一つは、えー、日銀単価ですね。はいはい、でなぜ注目かというと、まあ、これ日銀単価って書いてある通り日銀が調べているその企業の、まあ、いろんなそのマインドとかあの経営計画の調査をするデータなんですけども、えー、やっぱりこれ日銀単価って、えー、やっぱり日銀の金融政策に影響するという意味で注目されます。はい でいろいろある中で一番注目されるのが大企業の業況判断指数というやつですね、はいでこれ。特に中でもヘッドラインでよく注目される製造業ですね。はいまあ、特に日本の場合は、ね、あの東証一部従業企業の中でも製造業のおイトがでかいので、えーまあ、製造業が注目されますということなんですけども、まあ、一応非製造業も、まあ、その次ぐらいに注目されてでこれ見るとこちらの場合はです、ね、分岐点が0で。 業況判断っていうのは業況が良いって答えた企業の割合から悪いって答えた企業の割合を引いて見たものなんでこれはプラスってことは、えー、業況が良いと答えてる企業の割合の方が高いということなんですね。はい、で一応これあの直近のデータと直近のデータはこれいわゆる先行きっていうことで一四半期先の先、あのー、数字も出るんですけどもでこれ見ると、まあ、実は直近の実績で見ると非製造業がさらに上がっていて製造業が下がっていると。うん、ただ先行きはいずれも 悪くななるっていう見方なんですがただいずれもあの50を上回っているということなんで、えー、まああくまで企業ベースでありますけどもで見たあのいわゆる日本の経済状況っていうのは比較的好調でおそらく日銀がマイナス金利解除を、まあ、したあの裏付けの一つとして、まあ、この日銀短観の業況判断質があの好調ということもあるのかなというところでございます。 で、たくさんの指標を伺いましたけれども、うん、まとめてみると、あ、一回頭の整理になりますね。うん。あの、順番が大事ですね。はい。順番が雇用統計があって、I. S. M.、はい、があって。トットットトとっって、単価までって。で、一周終わって、また次の四半期、また始まると。<laughs> こんな感じですかね。はい、そして、こういった内容も、こちらの,の方に入っているんでしょうか。うん、長浜さんの書籍です。はい、給料が上がらないのは、円安のせいですか。通貨で読み解く経済の仕組み。はい。はい ここのまあ今回四章分をお紹介させていただいてあ,ありがとうございます。はい、皆さんいいぜひご覧ください。はいはい、最後に番組からプレゼントのお知らせです。ブルックフィールドオークツリーウェルスソリューションズよりインフラをモチーフとしたレゴ風力発電、LNG タンカー、通信等この中の一点を三名様、また下敷きタイプのカレンダー付きノート十名様にプレゼントいたします。 番組ホームページの応募フォームよりご応募ください。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。